どうもこんばんは、NM です。メンテが明けまして、いろいろとイベント来ましたが、一番やっぱり注目なのはガシャですよね。カルナバルガシャ第15弾ということで、赤眼カネキとですね、週末有馬が復活したんですが、ですよ、ラインナップを見てみると、もうこれ完全に誕生日の時と同じなんですよね。で、何が変わったのっていうと、もう確率のとこですよね。 UR が 3% から 2% になったっていう、誕生日の時は UR 3% だったんですけど、今回 2% ということでね、さすがに1週間で復活するのは早すぎで、ちょっと俺も切れそうになったんですけど、この2人だけじゃなくてよかったですね。もうこの2人だけピックアップ、新規の UR この2人だけピックアップになって、なおかつ確率 1% で出されてたらさすがに切れてましたね。ということで、一応56個あるから10回は引こうかと思います。別にガシャ禁してるわけでもないし、がっつり引きたいときは、課金するので、とりあえずいつもみたいにもう10回引いていこうかと思います。はい、じゃあ行きますか。パパパッと引いて、そうですね、ちょっとオールの方を見に行きたいので、どうしようかな。6連で引いた方がいいんだっけこれ。ちょ、あれ見たいんだけど、あれ SSR プラス1枚確定かどうかで、単発で引くかどうかのあれが変わるんだけど、SSR 確定か。じゃあ単発4回に行きますかね。6連1回、そこまで欲はないですね。とりあえず前有馬引けたから、しかも俺結構運が良かったんだよな、あれな。 UR 何枚出たかって言ったら420個で1枚なんだけど、それで、なんていうの、ピックアップの2つのうち1個が引けたっていうのは、非常に運が良かったっていうことですね。だからといって、ここで SR 祭りになっていいっていう、あれはどこにもない。笑っちゃった、ちょっと単発の方がなんか引いてて楽しいんだよな。6連ってなんか1枚でさ、こうなるじゃん、あってこう1回でさ、ポッと金出た瞬間にケツか。オールなー、しくった、違う、オールなー。一応一回やったんだけど、レベル1の状態でもすでにだるいっていう。レベル70ぐらいまで行くのが本当にだるくて、なんかもうやめたくなるよ、レイドってね。しれっと6連回したけど出なかったな。リオだ。よし、いいや。キンチケになる。食べる？おやつ。どうしよっかな。とりあえずオール見に行くか。潜在を見たいんだよ。っていうか、オール交換してしまおう。もう。俺、もともとオールいっぱい覚醒させたかったし、もう1000個でもね、覚醒させようかと思った。あれがねえのか。そうだ、あれがねえんだ。いいわ。次の動画、あれ、オール使うわ。なんか潜在覚醒が追加された。そうしよう。どうなったか見に行きたいんだよ。俺はよ。レイド。反応が遅い、俺の iPhone。潜在能力プラス1000で、強化後のリーダースキルと同様の効果が、強化後のリーダースキルと同様の効果、どういうことこれ。リーダースキル、これさ、リーダースキルって変わるんですよね。なんか、1000% ダメージだったっけ ?500 だったっけ忘れたけど、それと、あと、射撃になるやつだったっけな。いや、ちげえわ。ただのバフと、あと、なんだっけな、3つぐらいあって、それが、こいつをリーダーにしてると、ルーレットっていうくじ引きみたいになって、こいつのターンが回ってくるたびに変わるんですけど、それが発動するってことか。しかも、常に。わかんないですね。とりあえず、レイド回って、こいつを覚醒させよう。ということで、今回は、とりあえずなんかガシャ出されたんで、運営から出されたものはね、こう、残さず食べる主義で、残し物はいけないってね、言われてるんで、今回10回引かせてもらいました。
皆さんは前回誕生日当てれなかった分、ここで当てておくのもいいんじゃないでしょうか。というわけでお疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。さようなら。